ベンジャミン・ソロモン、ベン・カーソン・シニアは、アメリカ合衆国の医師、政治家。ドナルド・トランプ政権にて17代目アメリカ、合衆国住宅都市開発長官を務めた。1951年9月18日に、ミシガン州デトロイトで、第二次世界大戦でのアメリカ軍の退役軍人である、ロバート・ソロモン・カーソン・ジュニアと彼の妻である、ソーニャ・カーソンとの間に誕生した。 父のロバート・カーソンは牧師だったが、後に、キャデラックの自動車工場労働者になった。彼の両親は両方とも、ジョージア州の田舎の大家族から来て、彼らがあって結婚した時に、彼らは、テネシー州の田舎に住んでいた。カーソンの母親は13歳で、父親は結婚して28歳であった。父親が兵役を終えた後、テネシー州チャタヌーガからデトロイトに引っ越した。 ここでは、インディアンビレッジ周辺の大きな家に住んでいた。カーソンの兄であるカーティスは、母親が20歳の1949年に誕生した。1950年に、カーソンの両親は、デトロイト南西部のボイントン地区のディーコンストリートに、ある733平方フィートの新しい一戸建て住宅を購入した。ありがとうございます。